はい、えー、始まりました。大野隆弘のオ野ナナイトニッポンうことですけども、えー、今日10月6日金曜日ということで、えー、新たなね、またワンクールが始まるということでね、えー、ま気、あ、引き締めてね、やりたいと思いますけど、まあまあ、もう3ヶ月っていうと、 えー、もう年末、大晦日ですよね。うん、大晦日まで突っ走っていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、まあ今日のね、話なんですけども、まあ今ね、こうやって、えー、元気で話せてるんですが、えー、実は今日の午前中、まあバイト中ですよね。めちゃめちゃ体調悪かったんですよ。破壊的に体調悪かった。やばかったんですよ。 で、僕いろんなバイト今まで経験してきました。まあ今コンビニやってますし、でガソリンスタンドもやってました。でラーメン屋でもバイトしてました。まあ2日でやめたけどね。うん。えー、いろんなバイトしてきたんですけども、もうそん中でももうワーストワンぐらい、もう本当にバイトやってて体調悪くなるって、もうこれ本当にワーストワン。一番体調悪かったかもしれない、今回が。ほんときつかった。うん。 で、まあね、何が辛いって、まあ、あの、頭の痛さ、まあ、ガンガン頭痛いし、まあ、鼻水も出てくるし、まあ、その辛いんですけども、一番辛かったのが吐き気。吐き気がめちゃめちゃ辛かった。もうね、四、五回、いや、もう、もう、五、六、七回ぐらいかな。トイレ行って吐きそうになって、トイレ行って吐きそうになって、みたいな。もう、繰り返しだったの。つわりかと思ったよ。本当に。昨日の夜、セッ セックスししてて俺受精したのかなと思って本当にすぐ座りきちゃったかなと思って、ね、何の話してるんでしょうね、えー、昨日の夜セックスしてません。はいえー、<laughs> えー何話してんだ俺何言ってんだ本当バカじゃねえか本当に。 多分おかかしいんか本当ね、まあ、てでもね、あのー、体調はねちょっと戻ってきました、もう家帰ってすぐ、えー、2時間ぐらい寝てね、うんえー、でこうやってオンナナイトでね今、話させていただいてるんですけども、えーまあ、本当ね、体調管理にはね皆さん気をつけてください、まあね、本当ね、あのー、僕何やってんだろうってなんでこんなベタな、ね、体調の崩し方したんだろうってね、えー、もう昨日あたりからかな、東京めちゃめちゃ寒くなったよね。 それまですごいあったかくてさ、半袖でいられるぐらいの陽気だったんだけど、いや、めちゃめちゃ寒くなったと同時に体調崩すってさ、ありがちーありがちんこー <laughs> 何言ってんだ今日ちょっとね、おかしい放送になりそうです。よろしくお願いします。それでは行きましょう小野孝弘のオドナイトニッポーテンステレンス、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 テッテッ てったれ、てったれてったれ、てったれ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 はい、どうも皆さん、こんばんは。名王の高い色のモノレート日本、毎週金曜夜10分を見にお送りしております。お相手は、吉本芸人王の高い色が進めさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。 ええー、ほんとね、体調管理にはね、皆さん、本当に気をつけてください。もう特にね、えー、まあ、東京だけじゃないと思います。日本全国で今ね、多分寒くなってるんじゃないかな。うん。また週末は暖かくなるなんて予報がね、ありますけども、このね、寒暖差でね、えー、体調崩さないように、まあ、僕は崩したんですけどもね、うん。見事に崩したんですけども、えー、皆さんは体調ね、気をつけてください。 ええー、まあね、昨日の話なんですけども、まあまたね、ちょっとバイトの話で申し訳ないですけども、えー、昨日はね、まあもう、僕はもう対調万全で、えー、大丈夫だったんですけども、えー、昨日、えー、僕と中国人の女の子、まあ結構入ってきてばっかの女の子かな、うん、1ヶ月も経ってないかな、の女の子と2人で、えー、バイトしてたんですね。 で、その中国人の女の子が、まあ、休憩入るってことで、まあ休憩はいいよ、どうぞって言って休憩入って、で、その女の子が、まあんまりね、日本語を喋れない、まああんまりわからない、うん、あのー、人なんですけども、えー、僕にね、急に、大野さん、大野さんって言ってきて、まあこんな感じで、こんな程度ですよ、この中国人の日本語レベルなんでね。大野さん、大野さん。なな,などうしたどうしたって YouTube、YouTube。 って言ってきて。ああ、はい、YouTube、YouTube。ああ、俺のね。って,ってで、僕のバイト先でもみんな僕が YouTube やってるってうの知ってて、まさかね、新人も入ってきたやつも、入ってきたばっかのやつも知ってると思わなくて、あ、知ってんのつって。なんだよ、もうみんな知ってんじゃねえか、俺が YouTube やってんのつって。 えー、で、まあね、あのー、YouTube、YouTube っていうかな。ああ、いいよいいよ、見せてあげるよ、つって。で、彼女の携帯で、あスマホでね、えー、YouTube で、王の放送協会で打ってあげたんですで。そしたら出てきたから、あ、これやって、えーで、やったら出てくるよって言っててね、まあ、いろいろ、あの、教えてたんですよね。まあ、その間ね、えー、全然レジ来なくてね、お前らどんだけ暇なんだっていうね。<laughs> 全然レジ客来てね、お前どんだけ暇なんだよっていうね、話なんですけども。まあね、あの、そうしてるうちにレジにお客さん来たんで、あーごめんごめんちょっとまあ適当に見てて、なんて言って、レジ行ったんですよ。で、レジ行って、えー、まあね、レジ一通りこなして、お客さんもいなくなって、で、またね、ちょっと行ってみたんです。休憩してるところにね。どう見れたって、ね、見れたって言った瞬間にもうスマホの画面が見れたんで見てみたら、 僕のケツが映ってるんですよね <laughs>。うん。しかもパンツとかじゃなくて、もうもうティーバッグみたいな感じのケツが、もう全面にケツ出てんじゃねえかっていう <laughs>。何見てんだこいつって俺思って。あ、なの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 って俺が言ってん、ね、の。ななああ、えー、何これって。で、ちょうどさ、昨日10月5日でしょで、10月4日、俺何やったか皆さん覚えてます 収集の名決2017やってんすよ、俺 <laughs>。むちゃくちゃだよって思って、俺 <laughs>。こんなの見られたらたまったもんじゃねえだよって思ったんだけど、もう時すでに遅し。 ね、おえー、ときすせにおしです。ね。えー、もう本当に、あのー、彼女の表情がね、さっきもね、すごい脇がやいありとしててね、やったんですけども、えー、表情が固まってました。ね。えー、それ以降ね、えー、彼女の笑顔、えー、見れませんでした。ね。<laughs> そんな感じでね、えー、もうすごいひどかったです。もうそのね、もう、いや、もうダメダメって言って、中止の目つけやつね、消して、そして次に出てきたのが、手満する男ですよ。バカじゃねえのって、本当に。<laughs> バカじゃねえか俺何やってんだ俺本当にと思って俺自分の YouTube ほんといい加減にしろよと思いましたね昨日本当にねもうもっとねクリーンな動画目指したいと思ったクリーンなクリーンで面白い動画目指したいなと思いましたよもう彼女のねまあ笑顔消えたことがねま一番のショックでしたけどもねえーということでねちょっと曲いきましょうえーまちょっとねほんと寒くなってきましたね えー、秋かもう冬なんじゃねえかっていうぐらい寒くなってきました、えー。これはね、今からかける曲は冬のバラードです。それでは聴いてください。大野隆弘で、一つでも止められないぜ。形だけでいい。ごめんなさいね。<laughs> ごめんなさい。ちょっとアクシデント起きてます。ごめんなさいね。えー、いきますよ。いきますね。 行きますよ。ごめんなさいね。いいいええー、ちょっとアクシデントが起きてあります。<laughs> 行きます。聞いてください。一 <laughs> つでも止め。 でも「止められないような形だけ」「でも止めさせてくれ」「形だけ」「でも止めさせてくれ」 はい、えー、この曲止めさせてください。ありがとうございました。<laughs> えー、ちょっとハプニングがね、起きてしまいましたね。まあ、月のですね。えー、聞いていただきました、尾野隆弘で。一つでも止められないぜでした。ありがとうございました。それではエンディングいきましょう。あり,ありがたいぜ。ということでね。<れ>えー、まあ本当ね、ちょっとハプニングが起きてしまい、申し訳ございませんでしたね。えー、不手際だよ、おい、スタッフスタッフの不手際だろ、今の<れ>何やってんだおい おいおい、音楽担当、いいかけにしろ、お前首、首にすんぞダメ、このアルラーということでね、ちょっとごめんなさい、荒れてます。オルナイトニッポンのね、今もうスタッフと、もう一緒にやってるんですけど、もう荒れてますよ、今。お前、ふざけんじゃねえよふざけんな、ほんとにね。荒れてますけど、申し訳ございません。僕と、えー、その他の仲間たちでやってます、このオルナイトニッポンは。ありがとうございます聞いてるいただいて、ありがとうございます <laughs> えー、まあ、ということでね。 えー、ま、ほんとね、えー、まあ、体調ね、えー、皆さん、気をつけてください。うん。この時期ね、絶対崩しやすいですよ。うん。えー、僕みたいにならないように、お願いします。大野隆弘のオールナーイト日本、毎週金曜夜10本目のにお送りしてきました。お相手は、吉本芸人大野高が務めさせていただきました。ありがとうございました。来週は、なんと、スペシャルゲスト、来るかもよブッキング中 <laughs> まだ決まらない <laughs> 来週、もうまだ一週、も1週間来てんのに、まだ決まらない来週の同じナ日本、<laughs> ゲスト来るの来ないの <laughs> どっち ?YO! <laughs> チェキだー来週も聞いてください。で,では最後に一言。<laughs> 夢で会いましょう,うバディー